皆さん、目をそらしてませんか？日本の国民の平均年齢はどんどん上がっている。2050年には53歳になる。日本の人口総量は2004年がピーク。これから人口は大幅に減少する。日本の年間国家予算は237兆円。そのほとんどが借金の返済と社会保障だ。これが今の日本。知ってますか？このまま人口構成が変われば社会保障は崩壊する。東京オリンピックやリニアモーター化、これらは巨額な投資に見えるかもしれない。しかし実は年金医療費は毎年70兆円にもなる。もっと身近なところでは、60年代国民年金の月の掛け金は1人100円だった。現在掛け金は1万5000円を超え、4割が未納だ。企業負担も大きく、企業の社会保障負担の総額は法人税の3倍に迫る。右肩上がりの時代に作られた社会を新しい時代のものに作り変える。これは私たち世代の務めだ。世界最先端の成熟国家へ。日本を良くしたい。小川淳也です。